まさにこの日本で第1号とも言えるような設計図、ね、これを今日は公開いただく形になるんで、今日は皆さんも真剣に取り組んでほしいんです。まあ、コロナ問題っていうのは僕たちの人生の中で初めて体感したね、全く新しい種類の問題なんですけど、これをやばいやばいって慌てたり、部屋の中でこもったり下向いてうずくまってる適当に過ごすのか、もしくはこれ人生の中での最大のチャンス到来としてね、目標年収1000万達成に向けて本格的に力強い一歩にするのかって、当然ながら未来の結果も未来までの過程プロセスそのものも全く別物になってくると思うんですよね。やっぱりまだいいや、コロナ問題終わってから真面目にやるとしたら絶対にね、その先延ばしするようなこんなラッキーなご時世に、ラッキーって言っちゃいけないけどね、つかめない人っていうのは永遠に何もつかめないことだけは確かなんで、まあ、本当にね、このやると決めたらいつかやろうとじゃなくて今やるでしょうってね、合言葉に最大のチャンスとしてね捉えて、しっかりと設計で学んでもらいたいと思いますね。まあ、マインドが結局ないとね、結局設計図をね、みんな安易にね、このどんだけ価値のあるものかって分かってないんで、本当にね、多くの人たちは設計図っていうものを、ということでちょっと長く時間を取らせます。ありがとうございます。ということでバトンタッチしたいと思います。すいません。はい、ありがとうございます。